なんて親よりでかいこんな膨れてるこれ、社員が種類が膨れてる膨れてるじゃなくて膨れてるじゃなくて、木になるすごいすごいめっちゃ長くないママ、こっちもあるよだから親子なんじゃないかかわいいよピンクペンギンの人あーほらほらほら全別物ですよ全然別これはお父さんだ入ってる入ってるキングペンギンすごいねなんでひなのこの自分のお母さんあの本当に本当に本当にこれは表現ひなですこれさっきからなってカメラも撮る向き方ひなっぽくないでけえよごーそう絶対いらんわこんな子供やったら強そうだった次に話してるそれではお時間になりましたのでただいまより平均大変態のイベントを開始いたします。平均大変態は2部構成となっております。まずはこちらコロニーホールからインカーズ女子のドバリングをご覧ください。それではお兄さん準備はいいでしょうか。はい、準備はいいですよ。ではまずはインカーズ女子の興味深い飛び方について教えてください。はい、この岩の上の方にいるのがインカーズ女子の飛び方です。上手にキャッチしています。これがホバリングという空の飛び方です。インカーズ女子は野生下でも魚を捕まえて暮らしていますが、このようにホバリングをする理由としまして、水中にいる魚に狙いを定めていると言われています。金管女子はこのように翼を使って空を飛び、餌を取る暮らしをしているんです。ではそこで一つの秘密は何といっても翼です。こちらのペンギンとですね、金管女子の体の大きさを比べると、金管女子の方が随分と小さい体をしていると思いますけれども、この割には翼は大きいと思いませんか。この大きな翼があるおかげで、うまく空を飛ぶことができるんです。トビーペンギンという種類のペンギン。南極の人で一番体が小さいんですけども。ぐるぐる。魚見るより。ぐるぐる言うてくる。ぐるぴょーん。さあ、そして泳いでいる時のペンギンをよく見てみると、翼を使って羽ばたくように泳いでいるのがよくわかるかと思います。先ほど上のコロニーホールの方からご覧いただいたインカアズサシも、このペンギンも同じ鳥の仲間です。翼を使っているという共通点がありますね。お姉さんお姉さん、はい、何でしょう。泳いでいるペンギンたちの足の位置って体のどの部分についていますか。はい、ペンギンの足の位置ですね。ここからですととってもよくわかります。ペンギンの足の位置は後ろの方についていて、ちょうど魚でいうと尾びれと同じような位置についています。そしてこの泳いでいる時の体型もですね、魚の形にとってもよく似ていますよ。はい、諦めこれはいわゆる
ありがとうございます。